弾くっていうよりはちょっと擦るっていうニュアンス。ピシテイコール天気塗ってます。天気塗ってます。クロスに荒振りして逆モーションでストレートに天気塗ってます。レシーブだけじゃなくて3球目でピシテイっていう技なんで、これ最後じゃあピシテイ歌います。これがまあピシテイですね。まさコーチの卓球チャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。まさコーチことまさコーチです。はい、ということで、今回はピシテイ、前回取ったねピシテイっていう、技、はい、前回の動画はこちらです。ウェーブですね。キューブコットリフトの入りで、リフトの入りで、腰と座り出してストレートです。はい、ということで、まあ、今見せてもらってますよね、はい、それを今回はもうちょっと奥深いところでやっていきます。ピシテイのやり方としてコツなんですけど、最初リフトみたいな感じで言ったんですけど、それ本当初歩で、でこれ上級者になってくると、少し上回転とか縦回転、順回転ですかね、かけていくみたいな感じなんですね。弾くっていうよりはちょっとこするっていうニュアンスを入れます。いいですか。ちょっと擦るっていうニュアンスを入れてください。なのでハケでこう青いね、これ青いペンキ塗ってる、ペンキ塗ってます、ペンキ塗ってます、はい、ペンキ塗ってます。クロスに荒振りして逆モーションでストレートにペンキ塗ってます。これが、まあ、ピシテイですね。ピシテイコール延期塗ってます。いいですか。じゃあ次。延期塗ってますね。そうそう。あ、塗ってない。ペンキ塗ってますっていうことでね。まあこうやって、まあ、ペンキ塗る感じでやってもらえれば、まあ、いいと。まあ、要は、リフトっぽい張りではあるんだけど、多少回転かけるっていう要素を入れると安定するってことですね。卓球は回転かけるから安定するんで、まあ、それを少し取り入れるというイメージとしてはペンキ塗ってますっていう感じでやっていきます。レシーブだけじゃなくて3球目でピシテイっていう技なんで、これ最後じゃあ見せてもらいたいと思います。じゃあストップしてください。さあ、ペンキ塗ってます。チャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。